LG Electronics LGG シリーズ LGG Flex LGL23G Flex LGL23 は韓国の LG Electronics によって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 及び第3.9世代移動通信システム対応スマートフォンである製品番号は KS1301。KS イサイ LGL22 の派生機種で、グローバルモデルである LGG フレックスの日本国内ローカライズモデルとなる。ちなみに、この機種より、AU での LGG シリーズはイサイシリーズとして編入される。フレックスという機種名の通り、本体が黄状に局面しているのが特徴で、7 0ラムまでの圧力を加えても正常に動作する。また、 背面には自己修復素材を採用しており、擦り傷程度だと傷が残らないようになっている。他にも、イサイ、LGL22 では、採用が見送られた背面キーが採用されており、日本独自機能としてお財布形態ワンセグに加え、LG 製端末では、初となるフルセグ放送の受信に対応しているほか、異彩、LGL22 から引き続き、最大1 9 2ヘルツ。 2 4ビットによるハイレゾリューションオーディオの再生機能に標準で対応している。なお、防水性能は備えておらず、外部メモリの利用には同梱される SD、カードリーガライターを利用する必要がある。キャッチコピーは常識を曲げる。世界が変わる。アップデートに関しては、グローバルモデルが Android 4.4まで提供されたが、au 版の GFlex のみ。 Android 4.2をもって終了した。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。